い、じゃあ誰でも簡単に作れそうなアヒージョを作っていきたいと思います。材料がまずメインのサバの水煮とシーフード的存在を加え、ムチ、長ネギとヤングコーン、ニンニクと赤唐辛子とメインとなるオリーブオイルを使用して今からやっていきたいと思います。まずニンニク見てみましょうか。はい、じゃあ剥きます。はい、剥いていって2塊にしようかな。2かきらか3つかきら、残りは冷凍庫で長期保存できるので長期保存します。冷凍庫で長期保存、長期保存できます。冷蔵じゃなくて冷凍の方が長持ちするって。確かに俺冷蔵だったら目が出すから、ね、冷凍した時は水に30分くらいつけたらふやふやになるので剥きやすくなるということです。一辺流れで気持ちよくなって、なんか言ってますやん。強くなりすぎた。強くなりすぎた。温まりすぎた。温まりすぎました。じゃあネギにしちゃう。これ。なるほど。ヤングコーンって切るべきなのかな。でかいね。ヤングコーンにしては。ヤングコーンってこのままじゃないの？ヤングコーンにしたらビッグコーンじゃない？ちょっと。こうしない。あー。こうしたらバラってなるから。意外といけない。こっちでこれでよくないか。ちょっと切らなくてよくない？サイズ感合わせたい。あ、まず洗って洗う？もう切らなくてよくない？洗わんでよくない？はい。もうこれからぶち込みます。水煮を沸きます。はい、水煮をなんとそのまま汁ごと入れましょう。飛ぶかな。でも弱火でじっくりやっていきましょう。あ、弱火でじっくり、ね、弱火でじっくり。で次に長ネギと、長ネギをさっき切ったやつを、はい、まあ、いい感じに入れていきますと。でエビも入れていこう。これエビ食えないよ。あ、いいですね。はいはいはい。でプラスヤングコーンをちょっと切ったやつ入れていきます。サバ缶を入れるときは油は火をつけない。これ重要なんで、ヤングコーンはあの火が通るの遅いから一番最初に入れましょう。間違えました。全然浸ってないので追い油だね。これ追い油です。ここの油は熱してないので別に入れて大丈夫で、ちゃんと端っこを伝わせて入れていくと。追い油ね、追い油はね、追い油入れて煮込んでいって最後に唐辛子を入れれば完成なんですよ。なんで簡単な料理なんでしょうか。簡単じゃねえ。簡単じゃねえ。はい、じゃあ一人立ちしたら完成なんですけど、ローズマリーは添えときましょう。はい、はい、皆さんこちらがローズマリーローズマリーですを添えます。ゆでるバジルも添えて、こうね、こうね、完成です。完成です。わー、いい匂いする。パセリを散らしておきましょう。あー、おしゃれー。あー、おしゃれー、はい、これに、ね、本来はフランスパンとか硬いパンがあればいいんですけどね。ブレッドっていうのかな、今回ないと。次回我々が行くときはフランスパンを入荷してください。お願いします。完成です。はい、なんてことでしょう。いや、これあれよ、 BGM 付きでよ。だからこれは音消して BGM、ね、音消して BGM を添えて、あ、編集の指示までちゃんとしておける、うん。